近鉄800系電車。近鉄800系電車。近鉄800系電車とは、近畿日本鉄道が保有した、特急、通勤系電車の一系列である。本校では、その改造車である880系電車についても、記述する。1955年3月より、奈良専用として、近鉄の子会社である、近畿車両で、合計24両が製造された。 近鉄発の量産型高性能車である。塗色はそれまでのダークグリーンに対し、マルーンレッドとなった。台車や主電動機といった主要機器は、大半が子会社である、奈良電気鉄道が前年に製造したデハボ1200系のそれを踏襲し、奈良線では初の18メートル級車体を、スイスカーエレベーター車と技術提携で得られた順調各構造軽量車体を、 採用することで実現した。軽量、高性能で一大活気をなし、奈良線のみならず、近鉄全体においても近代化推進のきっかけとなった車両である。新造時には、上本町よりからも800系、偶数差700系も800系、奇数と蘇生し、後に乗客像に応じて、簡易運転台付きの空う710型が挿入され、もう800系。 偶ースーク710計差700、K、も800奇数の4両編成となった。後継者として1961年、昭和36年同じくに、扉シリーレンスタイルの820系が増備されたが、同社は MCTC の2両固定、前面は貫通スタイルとなり、ドアも幅1450ミリの両開きとなった。前日の通り、 シュリー連射との提携で得られた順調格構造の軽量車体を採用する。これは元来スイス国鉄向け軽量客車用として開発されていた技術であり、日本には本系列と前後して国鉄重軽客車でも同種の技術が採用されている。しかし重軽では国産技術を独自開発、育成する国鉄の方針もあって、 スイス国鉄のそれを参考としつつも航空機由来の技術を導入するなど構造面では独自路が強い。それに対し本系列を含む近鉄向けではシュリーレ連式フレームレスサッシと呼ばれる窓枠がなくバランサーによるフリーストップ機構を内蔵した窓構造を採用し各部設計も軽量穴が大枠に加えて た木にも設けられるなど、シュリー連射の設計手法をほぼそのまま忠実に踏襲しているのが大きな特徴である。なお、車体の材料には普通鋼が使用されており、当時流行していた、高張力鋼を使用せずに軽量化を実現している。前面は当時流行していた2枚窓の湘南型スタイルが採用されたが、アジューのように、前面窓上部を一段くぼませて、 アクセントとしている。また、前照灯は、屋根中央に、半流線型のケーシングを設けてあり、当初は白熱灯一灯が収められていた。窓配置はも800型が、D1D7D1、37009710型が 1D8D1、D、乗務員扉、D、客用扉、戸袋窓で、側扉は1100 m m 幅の、片開き式である。 側窓は前述の通りシュリー電式、フレームレス一段加工窓で、非運転台。側妻面は広幅で、空710型のみ両細面に、両開き式の貫通扉が設置されている。車体は、断面の小さな9位コマトンネルが存在したため、当時の奈良線の車両限界において許容される、最大寸法である全長18,500ミ、mm、リメートル。 全幅 2450mm として製造されており、在来車よりも長い車体で、ラッシュ時に威力を発揮した。あとに、軌道中心間隔が拡幅された上本町、氷炭山間に投入された900系や、新井駒トンネル開通に合わせて登場した8000系が全、mm、全長 2720mm 全幅 2800mm とより、 大型であったため中型車に分類さるようになった。通風装置は三菱電機が開発したファンデリアを屋根状に6機設置し、ほぼ車体全長にわたってダクトが設置された。座席は全車心臓時から廃車までロングシート装備で一貫した。車体塗色はマルーン一色を戦後の申請者で初めて採用した。さらにアクセントとして 先頭部から側面にわたって倉庫に 100mm 幅ステンレスの飾り帯が付けられていた。主電動機には三菱電機が奈良電気鉄道でハボ1200形用として1954年に設計したメガバイト -3020A を紹介量したメガバイト -3020B を採用し、河川電圧 600V 時の軌道加速度時速 2.1kmS。S 平坦線釣り合い速度時速 110km を実現する。この電動機はさらに改良が施された MB-3020C が大阪線向けの1万系に、MB-3020D が1100系及び1400系それに2100系にそれぞれ採用され、大阪線1480系、名古屋線1600系、それに、 7 8 2 0系といった通勤者にも採用されたため、一時は近鉄の標準電動機として標準機関各線で幅広く使用されている。駆動装置は三菱電機製 WN ドライブで、波数比は79、18イコール4.39である。主制御機は日立製作所製 MMCLTB20 を採用する。これは立行26段。 制二22段の多段電動カム軸式制御機で、電気制動は停止用とともに駒越えのための、そもそも即用を備え、マスコンノッチにもそもそも即段が設けられていた。なお、先行する大阪線向け試作者のも四4 5 0型では、近鉄三菱電機の共同開発による 1C8、M 制御が採用されて、大成功を収めたが、本系列は、運用先駆である。 奈良線系統の各線が、河川電圧 600V であり、1C8M 方式の採用で得られるメリットが少なかったことなどから採用されず、従来通りの 1C4M 制御とされている。電動発電機は、三菱メガバイト -50S をも800型に搭載する。三菱電機、S、S-750DC がも800型に1機搭載された。 D-3FR がも800型に設置された。空気ブレーキとしては、A 動作弁を使用する A 自動空気ブレーキを基本として、ブレーキ力を増幅する中継弁を付加し電性とも連動する三菱製の A、RD ブレーキを採用している。台車は近畿車両製で、それぞれも800型が、KD-12、3700型が、 KD-12A を装着する。いずれも試作車のも1450型で試験、採用された KD-7 の延長線上に位置する第1世代の金属バネ、タンリンク式主ー連大車である。登場時から奈良線を中心に運用され、特に新2コマトンネル貫通などによる同線の車両限界拡大完成までは、主に料金不要の特急列車。 快速急行列車の前身に使用された。新一コマトンネル開通と、その他の施設改良に伴い、1964年、昭和39年10月1日から上本町、奈良間の全区間において900系、8000系等の大型車の運行が可能になるのに、合わせて、特急は900系、8000系、あとに8400系も運用に加わるに切り替えられ、急行。 準急用に格下げされた。その後、1972年、昭和47年11月6日まで、設定されていた、柏原線、天理線直通の準急に使われた。が、さらにその後は、京都線、柏原線、天理線で長く使用され、廃車前は主に、生駒線、時に、田原本線で使用された。なお両者820系と異なり、 京阪本線への乗り入れには用いられなかった。も801から804は1956年、昭和31年に台車を KD-20 に交換した。も805から812は当初より KD-20 を装着しており、主制御機が MMCLTB20A、終電装置が S-754DC になった。また、当初は、 MCTMC MC の3両編成であったが、1958年、昭和33年に、乗客の増加に対応して q 710系、簡易運転台付きが製造され4両編成となった。q 710型は、車庫内での入れ替え作業などを考慮して、簡易運転台が編成中央となるならよりに設置されており、このつまめに、標識等が設置された。台車は、 KD-20A である。本形式は、簡易運転台を撤去し、1980年3月31日、付けでさ710型に改称された。705.715は、三菱製、ラインデリアの実験車となり、後に正式に装着された。1969年、昭和44年の 1500V 昭和辻には、 もう800系の主制魚機を、日立製作所製の MMCLHTB-20C に交換され、主電動機は1時間定格出力が、端子電圧の引き上げで 125kW となり、設計時の本来の性能が発揮されるようになった。また、従来はもう800計画車に搭載されていた、電動発電機、空気圧縮機はグー710型に、 集約搭載されるように変更されている。1975年、昭和50年4月に、京都線新法その、山田川間で発生した踏切、現在の木津川大駅付近事故で807階が、転覆大橋、808の先頭部は、並行する国鉄片町線、当時は、電化前線路に乗り上げる、無後となった。この結果、 復旧不可能な808プラス704は1977年、昭和52年に廃車となり、復旧した714プラス807は、暫定的に820系と4連を組んで、使用された。この際800系側のそもそも即制度は、使用不可能になり、また714の貫通路の改造が行われた。1975年、昭和50年からは、 生駒線での運用が始まり、1980年、昭和55年に、四川区での運用に最適になるように、もう800系の主電動機の波数比を79,18から82,15,5.47に変更され、翌1981年、昭和56年3月18日のダイヤ改正からは本系列は四川区専用となっている。その後、 1984年、昭和59年から1987年、昭和62年にかけて、営動サベンの製造を打ち切りで、補修部品確保が困難となったことなどから、A、RD ブレーキの HSC 電磁直通ブレーキへの換装が行われ。ただし、車齢が高かったこと、そして中型車であったことを理由として、本系列は冷房改造が行われなかった。 1986年5月には80階80、805回の805プラス713が工術のように転出したことから、残存した703プラス806は二連化された。その際703には、平津間貫通運転台が増設された。後継系列である3200系の登場と前後し、一部車両が工術の880系に改造され、1988年、 昭和63年3月までに伊賀線に転属した。残存者についても1989年、平成元年の809回811回より廃車が始まり、1992年、平成4年の801回を最後に系列消滅となった。廃車後の処分は全車解体で保存者は存在しない。1986年に、 伊賀専用880系として、自己被災者の807回と805回の805プラス713が、転属、狂気対応に改造された。714.713に平妻、非貫通運転台が増設され、2両編成となり、番号は805プラス713、881プラス781、807プラス714。 882プラス782に変更された。全6 7ミリメートル期間の伊賀線ではそのまま使用できない台車や手電動機は860系と同様廃車になった南大阪線用6800系のものを流用している。また方向膜装置が全面走下に設けられた。なお、805回の片荒れとして残った703に ついても、平妻間2扉付きの運転台を新設し、806とともに、車体更新を行った上で主に、田原本線などで、運用された。伊賀線に移った880系は860、軽転用の代替という位置づけであり、運転台の改造とその後の塗装変更以外の、改造はあまり行われなかった。導入当初でも車齢が高かったこともあり、 860軽冷房車の投入によって1993年に廃車され系列消滅となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。